ジェームズ・ソーン・ヒルによる肖像画1727原作。初代アラン伯爵、チャールズ・バトラーはアイルランド貴族、軍人。初代オーモンド公爵ジェームズ・バトラーの長男第6代、オソリー伯爵トマス・バトラーとエミリア・ファン・ナッサウの次男として1671年9月4日に生まれた。1693年3月8日にアイルランド貴族である クラウグレナン男爵、タロー氏シアラン・伯爵に除され、1694年1月23日に、イングランド貴族であるウェイストンのバトラー男爵に除された。1699年から1702年まで、ウィリアム三世の進出自住を務めた。軍務では1697年から1703年まで、アラン・伯爵の旧平連隊長を、 1703年から1715年まで、第三個の駅兵連隊長を務めた。1702年1月24日に順勝に、1704年1月1日に、少々に、1708年4月22日に中将に、昇進した。その後、1712年11月から1714年まで、アイルランド兵団武装官を務めた。 1715年9月10日に、オックスフォード大学総長に、就任、14日には、DCL の学位を授与された。兄の第二代オーモンド公爵ジェームズ・バトラーが1715年に、試験剥奪された後、アラン・伯爵は1721年に、議会の議決を受けて、一家の財産を買い戻した。また、1722年1月2日に、ジェームズ・ローシン王より、 ジャコバイト貴族のオーモンド公爵に上された。1745年11月16日に兄が死去するとアイルランド貴族のオーモンド公爵の爵位を継承したがアラン伯爵はオーモンド公爵の称号を使用しなかった。同時代の解釈ではオーモンド公爵の試験剥奪により全ての称号を剥奪されたとしているが後にグレートブリテン議会の議決が アイルランド貴族に効力を及ばないとされ、後者の解釈でのみ、アラン伯爵が、オーモンド公爵を継承できることになる。1758年12月17日に、ホワイトホールで、死去、23日に、ウェストミンスターで埋葬された。子供がいなかったためオーモンド公爵アラン伯爵、バトラー男爵の爵位は断絶、オーモンド伯爵の爵位は、 遠籍のジョン・バトラーが継承した。アラン・伯爵夫人、エリザベス・クルー、クリスティアン・フリードリヒツン・ケ作。1705年6月3日、エリザベス・クルーと結婚した。ありがとうございます。